札幌市最大のお祭りでお祭りグルメに舌鼓、お祭りに一緒に行った気持ちで楽しんでください。遊び屋チャンネル。はい、どうも山田ボソーです。今日は中島公園のお祭りということで、今日一緒に行ってくれるのはまずじゅんじゅんいません。そしてホーナー、どうも。スペシャルゲストです。そのうちスペシャルゲストじゃなくて遊び屋本舗にしちゃいますんで。いいぞ、射的したいっす。だから食うもんだっつって。あ、おかわいいね、かわいい。もうこれ食いたい。仲間見つけたぞ。はいはい、手を振り合って、あ、手を振って、あ、手を振り合って、あ、いいね、いいね。あーつ。おいしい。食べこんがあったかい。あっぽい。これが美味しかったの結局。ネギと生姜がマッチして絶妙に。本は自分でやんなくていいから。大阪焼き、はい、わかる。さあ、開いてた。いやいや、開いてた。よし、じゃあ買ってくるわ。わ、これ今焼いてくれんの。いやー、それは素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、それでは乾杯。いいね。イカ焼きすごいね。さすが900円。で、焼き鳥12本も買った。あ、これやっぱり？これ200。イエーイ。さあ、ジュンこれ食うよ。熱いわけないよ。熱いわけねえよ。ただ、ちょっとだけ間もん。そんなに食うかお前。大丈夫？大丈夫？さすが無敵。うまっ。あっしゃい。はい、大阪焼きでーす。大阪焼き。考えてもホーナーよりはマリナだろう、ね。そうだね。でもそう。どういたった？うん。さっきからコメントきます、また。大阪焼きうまいよ。マヨ美味しい。マヨ美味しい。イカ。うんうん。おう。イエーイ、乾杯。この後ボスがお化け屋敷に。行きません。おでんでーす。そしてやりやがったワンカップでーす。おいおい。バカだねー。あー、すいません、ありがとうございます。はい、ブーツからの、うん、やばい。うん。破滅や。今日も死ぬ。大根です。熱いよ。あ、ダメらしいよ。日本酒飲んでるばっかり。おう、甘いもの食べたいですね。あ、電球そうだってことは哺乳瓶も売ってるかもよ。タコ足を。うわ、でかっ。すげえな。はい、タコ買いました。どうやって食うんだよこれ。はい。すげえな、これ歩いて食べますか。無理だよね。しかも噛み切れない。なんか水見られてるぞ。タコ足うまっ。噛み切れないモード発動。ワイルドだろ。
てさあ、タコ食います。すごい、うん、うん、さあ、ということで買いました、ハットクチーズハットクでーす。おおおいっす。おお、でもちょっと待って、レインボーハットク撮影中だから今みんないたんです、みんな同じみんなレインボー出た、出た出た、下手くそ、みんな下手くそ、伸びた、俺超うまいから、おおすごい、すごい周りの小学生たちが喜んでおります、伸びてていけるか、それホーナーの口から出てるみたいな、なんか汚いんだけどこれどっか向きがあるよねきっと、うん、さあ行ってみよう、えいけるか、おいいね、行きたい行きたいけど切れました、お前うまいな、才能ありだな、こういうのでレギュラー取ってるから大丈夫、いいですね、小学生デートしてますね、デートやん、デートしないでキャンプ来いよ、そうだぞ、〇〇に小学校頑張れよ小学校名のキュウリを食べて、そして何を持ってんでしょうか、全てこいつが買って2秒で飽きてすぐ渡します、そして私はまだ飲み続けています、イエーイ、いいな、あられた、さあここにはお化け屋敷とか見せ物祭りがあります、おう、閉じられました、コーナーが行ったよ、さあ人生初お化け屋敷に入ります、何嫌なんだけどマジで、さあ行きます、お化け屋敷です、いいね、なんで行くんでしょうか、お前ら絶対俺のこと置いてくんじゃねえぞ、一回そのままサラとゴールします、サラです、どうもお化け屋敷に来てますけどどうですか、なんて映ってない、お化けいた、お化けいた、お化け
れだよ。チキンステーキ。熱い。お、おいしい。めっちゃ美味しい。やっためっちゃ美味しい出ました。雨が降ってきました。さあ来ました。大きい小学生。おっと胸からは哺乳瓶をぶら下げています。スタンバイを始めます。ここから辺りの方は至急。ああなんかね。喋ったら使えなくなるなこれ。はいスマートボールをやります。全部埋まるかなって、いやー飛んできたのでもうお祭りから脱出することにしてパークの方に移動していますとそちらの方も出店あります。すごい女満別桜豚をいろいろやってるよ。 STV ラジオでーす。さあということで天気は悪かったんですけども札幌の一番大きなお祭り札幌祭り正式名称じゃないよね北海道神宮祭だよね、無事に楽しんでまいりましたので今日の動画はこのぐらいにしておきたいかなと思います。またぜひ札幌楽しいことたくさんあるんで、他の皆さんも遊びに来ていただけたらいいかなと思います。以上みんな元気？今日25回ぐらいはサンドイッチマンだって言われてそうみんな俺ねサンドイッチマンではないんだあと石ちゃんとも言われましたということで、本日はこの辺で皆さんありがとうございました。遊び屋チャンネル